はい、皆さん、性病検査はしておりますか？本日はちょっと真面目なお話をします。梅毒の感染者数が急上昇しております。これ本当に危険です。なんで本日は梅毒についてお伝えするんですけども、その正しい知識、どこで検査をすればいいのか、その予防法は全てお伝えしますので、ここは他人事とは思わずに、性を楽しむ成人ならしっかりと正しい知識を身につけて、大人として正しい行動をしていきましょう。それでは本日もよろしくお願いいたします。また私の公式メルマガに登録していただけると、 YouTube 非公開の性のテクニック情報、メルマガ会員様限定のお知らせイベントをいち早くお届けいたしますので、よければ登録してみてください。でまず一番初め、梅毒ってそもそも何なのかっていうと、こちらが梅毒トレポネーマという病原体で、誰でもうつる菌になっております。で基本的には性行為による粘膜接触で移ります。主な症状としてはこちら第1期と第2期に分かれておりまして、第1期は感染から3週間後くらいの潜伏期間を得て感染した部分ですね。例えば性器だとか肛門、そして口周りにしこりや腫瘍、そして鼠径部のこのリンパ節が腫れたりとかっていうのがあるんですけれども、こちら痛みがねないことも多いんですよね。なので感染から3週間経っても第1期で気づかない方も結構いらっしゃいます。そしてその後来るのが第2期です。こちらが大体感染してから3ヶ月以上何も治療しないと病原菌が血液を通して全身に行きます。そして体全体に赤い発疹が出ますね。この時にやっと何これみたいな形で気づく方が多いです。さらにですよ、それでも治療をしないと感染から数年後ですね、今度その病原菌が心臓だとか脳とかにも回って、場合によっては死に至るなんていうね、まあ昔とかだったらもう梅毒イコールもう不治の病みたいな形だったんですけども、今はしっかりと薬も開発されて治療をすれば治る病気にはなっております。でもちろんこの第1期第2期とかでしたら、ペニシリン系の抗生物質で完全に細菌を除去することはできます。そしてここからが大事なお話なんですけども、今梅毒の感染者数が急増しております。こちらがですね、2021年からどんどん増えてまして、2023年の報告者数では14906人となっております。そして2024年の8月現時点で報告数が9000人超えているので、去年の記録を上回る勢いになっております。でこれね、なんでねここまで蔓延してしまうかというと、この梅毒の恐ろしい特性なんですけれども、この潜伏期間も菌は持ってるからこそ移してしまうんですね。でなおかつこの梅毒第2期の感染からだいたい3ヶ月間でやっと気づく方が多いんです。でもこの3ヶ月間までそこでどれだけの人に移しているかっていう形ですよね。なので梅毒が広まっている一つの理由は、梅毒のこの潜伏期間が長すぎる、気づかないからなんです。そしてもう一つの挙げられる理由として、マッチングアプリが主流になったのもちょうどね2021年とかあのくらいでしたよね。でそうすると不特定多数の人と会える環境が作られてしまいます。そうすると簡単に会えて、そのまま行為をします。でちゃんとした知識を知らないから生でやってしまうだとか、そして移ってしまって、でまたでもそれも気づかないで、またマッチングアプリ、この人いいじゃんでも行って、また別の人とって言って、枝葉の剣みたいに感染が広まっております。基本的に私たち業界人ですね、 AV 業界や風俗業界っていうのはこの検査当たり前のようにしてるんですけれども、今まで一度も検査したことないですよっていう方もたくさんいらっしゃいます。なぜかと言ったら正しい知識を知らないからです。なんで今この動画を見てる方も、今まで梅毒の検査一回もしたことないよっていう方はぜひしてください。でこの検査する方法は主に3つあります。1つ目が病院やクリニックさんです。で値段も保険適用だったら1000円から3000円ですね。で自費の場合も3000円からだいたい5000円ほどです。どこでできるかといったら、皮膚科、泌尿器科、女性の場合でしたら婦人科で検査可能です。あとは今予防会っていう、性病の検査を専門とするクリニックさん
さんもございます。そして2つ目が病院に行かなくても自宅でできるキットというものがあります。こちらもお値段はだいたい3000円から5000円ほどです。でちゃんとプライバシーを守れるためにコンビニ受け取りが可能だったりとかもありますね。そして最後3つ目が保健所です。基本的には無料で受けれます。なので今ご自身の住んでる自治体によって変わってくるのでぜひチェックしてみてください。結構ほとんどの地域で無料で受けれるようになっております。なので梅毒の検査無料もしくは3000円、高くても5000円で終わりますのでぜひ今一度検査してみてください。これは本当に他人事ではないんです。そして早期発見であればあるほど簡単にちゃんと治りますのでね、ぜひ自分の体そしてお相手女性の体を守るためにも検査をしていきましょう。そしてなおかつ梅毒に感染しない方法としての予防策はまさにコンドームをつけていきましょう。コンドームをつけることで性器の感染は確実に防げます。ただ基本的には粘膜接触なんで口腔内から感染する場合もございます。そういった時はしっかりと定期検診ですね。自分は不特定多数としないから大丈夫と思っても万が一相手が不特定多数したらちゃんと移りますのでね、検査を受けてあげてください。そして私はこの性病検査を受けるのが当たり前の世の中にしたいです。もうね、業界人は当たり前に受けております。だからこそこの一般の方も当たり前に受けてください。怖いだとか恥ずかしいだとか、じゃあ性行為ってもう悪なんじゃんって思わなくて全然 OK です。性を楽しむのであったら検査もセットで行ってください。ちゃんと早期発見したら治るんです。なんで仮に検査受けてなんか陽性反応出ちゃったって思ってもほとんどのものは抗生物質で治るんです。だから怖がらないでください。ショックも受けないでください。生きていく上では必ず性病以外だって私たちだって風邪になるじゃないですか。コロナとかも流行ってますよね。うつるもんなんですよ。これだって当たり前です。だからこそ検査をしてちゃんと早期発見早期治療に努めていきましょう。生きていく上で性を楽しむ上での必要最低限のマナーですので皆さんぜひこちらは自分の体そして相手の体そしてこれからの日本のためにもあなたが今検査を受けることから始めていきましょう。これからも正しい性知識をお届けいたしますので、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録いいねコメントお待ちしております。それでは皆様次回の動画まであなたのその行動で日本の未来が変わります。